2011年撮影、山口のは、三重県出身の陸上自衛官、軍事評論家、国際大学国際関係学研究科教授。タフツ大学、フレッチャー法律外交大学院修士課程修了、元ハーバード大学ジョン・ M ・オーリン戦略、研究所国家安全保障客員フェロー。1974年、防衛大学校を卒業。 杉本雅彦などし、同年陸上自衛隊航空科部隊に配属。1983年陸上自衛隊幹部、学校式幕僚課程修了。1988年、フレッチャー法律外交大学院修了。修士号取得。1991年ハーバード大学、ジョン・エム・オーリン戦略研究所客員研究員。外務省北米局日米安全保障条約課。 出港、統合幕僚会議事務局軍備管理、軍縮班長、第十一師団司令部第三部長、陸上幕僚幹部防衛調整官を経て、1999年から2001年まで、外務省在アメリカ合衆国日本国大使館主席、防衛駐在官。2001年から、陸上自衛隊航空学校副校長、2002年から、陸上自衛隊研究本部総合研究部長、 2005年から防衛研究所副所長を務めた後、2006年から第4代陸上自衛隊研究本部長として勤務し、2008年12月退官。2009年から防衛大学校教授。在職時より、米政府、軍の交換だと緊密なネットワークを構築。また、研究本部の創設、運営にも尽力。自らも軍人スカラーなどと自称して、 現職時代から多くの雑誌、専門誌、カンハレンス等に論考、コメント等を発表し、政服組を代表する論客と自称している。防衛大学校教授として、日米同盟、軍事史の教育を行う一方、論断でも活動している。2011年3月14日に発生した東日本大震災に際し、9月まで危機管理。 復興問題担当の内閣官房参与を務めた。国際大学国際関係学研究科教授や東京財団上席研究員も歴任。2017年7月、外務省の核軍縮の実質的な進展のための県人会議員に就任。ありがとうございます。